それでは朝倉栞奈選手、試合前インタビュー始めます。よろしくお願いします。お願いします。現在の心境はいかがですか？そうですね、もうすごいワクワクしてます。対戦相手の印象はどうですか？印象、まあ2年ちょっと前に、まあ、対戦させていただいて負けてるんですけど、やっぱその時は本当浜崎さん強いって思い込みすぎちゃってたんですけど、今回やっぱりそこの部分でもやっぱちょっと自分の中のメンタル的な部分で変わったので、印象はまあ強い選手ですけど、しっかりそこもメンタルでリカバリーはできてるのかなと思います。どんな試合展開になると予想していますか？浜崎さんでもやっぱ余裕があるんで1ラウンドで決めに来ると思うんですけど、それはさせないんで、まあ、でもメインなんで面白い試合をしたいなと思ってます。ありがとうございます。公式からは以上となります。マスコミの皆様、ご質問ございますでしょうか？はい、インファイトの手塚と申します。はい、お願いします。はい、対戦を、再びタイトルマッチという形になりました。朝倉選手にとってこの2年間、初めからの2年間というのはどんな2年間だったでしょうか？そうですね、まあ、2年で本当に自分も試合、あの浜崎さん負けてからまあいろんな試合させてもらったんですけど、やっぱり浜崎さんに負けて、美優さんに負けてからフィジカルも取り入れましたし、なんかそういう部分では大きく変わった2年ではあると思うので、あの自分、今の自分を本当試すチャンスなんじゃないかなって思ってます。ありがとうございます。はい、カード発表の時に、はい、浜崎選手から、はい、あまり変わってないというような評価を出てくると思いますが、はい、ご自身はこの2年間で浜崎選手との差というのはどういう形で変化するのか、うん、縮まった乗り越えた、実はあまり変わってないというようなわけなんですが、まあやっぱり2年っていう期間があって、伸びない選手って本当に中途半端にやってる選手だと思うので、自分はそういう選手ではないので、まあ差はもう本当に縮まってるって自分も自信を持って戦おうと思うんですけど、どうですかね。まあでも年末の試合とか見たらやっぱりうまく自分も戦えてなかったんで、浜崎さん本当に素直に伸びてないなと思ったんじゃないかなっていうふうには思います。戦前のインタビューで、ハングリーさが違うと、今の若い選手の自分では、ハングリーさが違うというような言葉として、はい、で先ほどの浜崎選手のインタビューの中で、その言葉を聞いて、朝倉選手が、朝倉選手に火がつくんじゃないかと、火がついたんじゃないかというような言葉を言っていました。実際にそのハングリーさが違うということを聞いたときに、ご自身の中で何か変化はございましたか？そうですね、まあなんだろう、まあ火は、まあ、つけさせてもらった感覚はあるんですけど、なんかやっぱり長くやってる選手なんで、浜崎さんはそう思うのも、まあ、当たり前だと思うし、そういう部分で別にハングリーさが足りてないわけではないって自分でも思ってるけど、やっぱり長くやってる人はそう思うのかなっていう、なんか全然、まあ、火つきましたけど、そこまで気にしてはなかったですね。それではそういう気がついてこうやるぞというか、この攻撃的な感じではなく、もっと自然体で今回の試合を迎えるというような印象でも。そうですね、今回SNS 見るのやめて、試合までなんでも余計な情報入ってきてないんで、自分の思った通り戦えると思います。はい、ありがとうございました。はい、私からは以上です。ありがとうございます。他ご質問ございますでしょうか？あ、すいません。はい、日刊スポーツです。よろしくお願いします。お願いします。前回の試合が、まあ、ご自身も納得があまりいってないようなコメントをされてたんですけど、うん、はい、そこから何かこう、今回の試合で変えたとか変えようとか、なんか、改めてそう、取り組んだことってありますか？今回の試合は、まあ、負けてから試合決まるのも、まあ、いつもより早かったので、
なんかその前回の試合を直すってとこよりも今回は浜崎さんの対策を多めにやったんですけど、やりましたね。浜崎さんに対しての対策の方が多かったですね、前回の試合からより。なんか具体的なところで言える範囲ってありますか？どういうことを強化したの？まあでも映像を見てチームで話し合っていろいろ、はい、対策やってきました。ありがとうございます。はい、他ご質問いかがでしょうか？松山さん、お願いします。松山さん、お願いします。はい、すいません、お待たせしました。今回の勝者にハーレー・ダビッドソンがかけられるというのを SNS を見てないから、知らなくて、今日ソヤ君と一緒に来たんですけど、はい、新幹線乗りながら知りました。なるほど、メッシュは持ってますか？持ってないです。それはちょっとそれをもらっても困ることはないんでしょうけど、それはちょっと、うん、私の意見も聞いてほしいぐらいの感じじゃないですか。いやいやいや、でも本当全然何も知らなくて、自分今日の今日まで、はい、SNS 本当見なくて、はい、そこはもう頭になかったんで、そのまま頭ないままとりあえず試合します。はい、エステにも行きながら、はい、もういろんな準備が完璧だと思うんですけど、はい、先ほど浜崎さん対策を多めにやりましたと、はい、いうことなんですが、鶴谷さんはアームロックがヒントと言ってました。うん、はい、相手の得意技に関しては十分研究して、もう研究して対処もできているというような感じでしょうか？そうですね、対処もしたし、逆に穴があったりとかあったんで、うん、まあ、それは本当鶴谷先生もそうだし、扇久保さん、岡田さんにも指導してもらったので、今回は結構自信にはなってますね。なるほど、その得意技が墓穴になるかもしれないぐらいに切り返すことを考えてきたと。はい、今ちょうど話も出ましたが、田村選手の前日に田村選手が、はい、タイトルマッチをやること、はい、それに取り組む姿勢とかもご覧になりながら、はい、アドレスが千葉勢として、うん、そうですね、やっぱり岡田さん本当ベルトまたかかってるので、岡田さん声、試合前も声かけてもらったんですけど、俺はベルト守るから、お前は鶴谷さんに1本ベルト持ってこいって言われたんで、そこはしっかりチームとしても、はい、つなげて自分もつなげていきたいなって思ってます。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問いかがでしょうか？ヘッドラインの元吉です。よろしいでしょうか？はい。よろしくお願いします。お願いします。最初にワクワクしてねっておっしゃってたんですけども、はい、これは、例えばメインで戦えることとか、はい、リベンジできることとか、うん、あとはベルトを巻いた自分の姿を想像してとか、いろいろあると思うんですけれども、一番の要素は何ですか？ワクワクの。今はやっぱり本当浜崎さんにリベンジできること、浜崎さんと試合できることにもワクワクしてますね。でも勝って自分がベルトを巻いてる姿も頭の中にイメージできてる感じですか？そうですね、もう何万回イメージしたか分かんないくらいイメージはしました。ありがとうございます、はい。